アリアン5は、静止トランスファ軌道や低軌道などに、人工衛星を打ち上げるために開発された、ヨーロッパの使い捨て型ロケットである。欧州宇宙機関とイーズの一部門であるイーズ、アストリウムスペーストランスポテーションによって製造され、アリアン計画の一端を担うアリアンスペース社によって、営業、販売されている。製造は、ヨーロッパで行い、ギアナ宇宙センターから打ち上げられる。 アリアン5は、アリアン4の成功を受けて開発されたロケットであるが、アリアン1から4が、各部の段階的な改良を積み重ねて開発されて、いったのとは異なり、アリアン5はほぼ全ての要素が新規開発である。開発には10年の歳月と70億ユーロの費用が、投じられた。餌は、当初、再利用型の有人宇宙王冠キエルメスを打ち上げる、ための大きなペイロードを持つロケットとして、 アリアン5を計画したが、後にエルメスは、計画がキャンセルされた。そのために、アリアン5は、無人の人工衛星の打ち上げ、特にその大きなペイロードを生かした、商用静止衛星の2機同時打ち上げに特化している。アリアン 5SSA の断面図、バルカンエンジンアリアン5の1段目である、H、H158 は、EPC と呼ばれ、直径は5に4メートル、高さは30.5メートルある。 EPC は、大小2つのタンクからなり、紙型の小さなタンクには130トンの液体酸素、下方の大きなタンクには25トンの液体水素が満たされ、その底部に 115TF の水力を持つバルカンエンジンが据え付けられている。EPC の質量は、空の状態で約15トンである。EPC の両脇には、1体のイープ a 百三3 8が取り付けられている。 P238 のそれぞれの重量は約227トンで、それぞれ約 630TF の水力を生み出す。このブースターは使用後は通常海底に沈むが、時折スペースシャトルのブースターと同様にパラシュートで回収される。ただし、検査のための回収であって再利用されることはない。最近の回収はアリアンゴ s ッサの打ち上げ時だった。 日本のブースターの一つが成功裏に回収され、ギアナ宇宙センターへ分析のために持ち帰られた。同様の回収作業は2003年に行われた。フランスの M51SLBM はこれらの補助ロケットの技術の大部分を共有している。2000年3月、アリアンの補助ロケットのノーズコーンが南テキサスの沿岸に漂着して、沿岸監視員によって回収された。 1> 第1弾の上部には、第2弾がある。アリアン 5S サが、液体水素と液体酸素の極低温燃料を推進剤とする、脂水力に優れた、HM7 バイトエンジンを用いる ESC ステージを持つのに対して、一方、アリアン 5G は、モノミチルヒドラジンと4酸化に窒素を推進剤とする、エスタスエンジンを用いる EPS ステージを持つ。 EPS 上段はこれまで2回実証された再着火能力を有する。最初の実証は2007年10月5日のフライト V26 であった。この時は純粋にエンジンの試験としてペイロードを放出した後に実施された。最初に再着火能力を使用した運用は2008年3月9日で最初の欧州補給機を円形帯機軌道へ放出する時に2回燃焼した。 第2弾の上にはペイロードがあり、打ち上げ時にはペイロードを覆う重線型のフェアリングで覆われている。このフェアリングは空気抵抗がない十分な高度に達すると分離されるようになっている。また、中に衛星を格納するスペクトラやシルダといったモジュールを用い、その上にさらに衛星とフェアリングを重ねることで複数衛星の同時打ち上げに対応する。 アリアン 5G プラスやアリアン 5GS と ES は増強型の EPS 上段ロケットを使用する。最初に登場したアリアン 5G の打ち上げ重量は737トンで5970キログラムの荷物を静止トランスファー軌道まで運ぶことができたが、後に最大積載量は6200キログラムまで増えた。さらに改良されたアリアン 5G は 静止トランスファ起動へのペイロードが6 9 5 0ラムまで増え2004年中に3回打ち上げられた。さらに2005年に登場したアリアン 5GS はアリアン5 s s と同じ個体ブースターを備えバルカン1バイトエンジンも改良され静止トランスファ起動まで6 1 0 0ラムを運ぶことができた。アリアン s s は2つのペイロード合わせて1万キログラムまで もしくは単一のペイロードを1 5 0 0ラムまで静止トランスファー軌道へ運ぶことができた。このバリエーションでは第1弾でバルカン2エンジンを第2弾では HM7 バイトエンジンを使用した。この第2弾は空気質量が2 1 0 0ラムで1万4 0 0 0ラムの推進剤を搭載できる。HM7 バイトは以前アリアン4の第3弾のエンジンとして使用されていた。 改良されたバルカン2エンジンはバルカンに比べてより長くなりノズルやフローサイクルが高効率になり混合比が向上した。この混合比は第一段階のタンクの長さを調整したことにより実現した。また新しい溶接法により固体ブースターが軽くなった。e c a の極低温ステージは静止衛星の打ち上げには大きな威力を発揮するものの 低軌道向けにはさほど性能向上が見込めないため ATV 打ち上げには利用されない。アリアン 5ESATV は ATV 向けにアリアン 5S 差を改良したもので ATV の打ち上げに使われる。第2弾の EPS にはアリアン 5G のものを利用している。2万 1000kg の荷物を低軌道に運ぶ能力を持つ。新しい極低温上段を備える。 アリアン OECB は、静止トランスファー軌道へのペイロード投入能力 12000kg を計画していたが、予算削減のために計画は棚上げされた。2005年にベルリンで開かれた餌会議では、市場のニーズがないとして開発が保留されたものの、2段目として使用されるビンチエンジンの開発は、ゆっくりしたペースではあるが継続されることになった。その後、 2011年時点で ECB からアリアン 5ME に名称が変更され、2016年頃の打ち上げを目指すとされていた。アリアン 5ME は2段にビンチエンジンを使用して、ロングフェアリングを新たに導入し、GTOA のペイロード投入能力 11,500kg となる計画で、2018年から2019年にかけての初打ち上げが計画されているが、 2014年9月時点では、この開発をキャンセルして、アリアン6の開発に一気に移行すべきだとの意見が強くなっている。アリアン 5ME の開発はドイツが支持しているが、フランスはアリアン6の開発を支持している。両方を開発する予算はないため、2014年12月のエサの閣僚会議で、いずれかの開発を進めることが決断される予定。 直径5.4メートルのインストルメントユニットに乗っている。1996年6月4日に行われたアリアン後の最初の飛行は、コンピュータプログラムの異常で打ち上げ37秒後に爆発し、失敗に終わった。これは歴史上でも最も高くついたバグの一つであり、後に64ビットの不動小数点数を16ビットの 整数に変換する過程でエラーが生じたと判明した。ありがとうございます。